道が壊れています。車道を歩きましょう。6時49分です。雲海がありますね。展望が楽しみです。7時です。鳥が鳴いてますよ。分岐に着きました。先に山頂に行きましょう。さあ、岩屋観音様に着きましたよ。電柱が見えますね。鈴木です。虫が鳴いていますね。空が青いですよ。 NHK ですね。うおー、7時20分、すごいな。ピークはちょっと離れていますが、雲海ですよ。すごいな。東の方向から北東、そして北ですよね。登ってきたところです。瀬戸内海が分かりませんね。駐車場が霧がかっていたわけです。南の方です。奥の方は瀬戸内海ですかね。下関の方向だと思いますが、こちらは雲海少ないですね。南の方向ですよね。龍ヶ岳とかかな。日本海見えてるんでしょうか。
これは何でしょうね。ゲレンデで待ったんでしょうか。車道歩きです。汗かいてるからシャツを着替えないといけませんね。丸いのがありますね。丸いのは大好きですよ。最後は少し危だ。朝露濡れてるんですよね。まだピークの案内ないですね。車道から行った方が良さそうですね。お、ありました。7時30分、下山山頂ですよ。登山したけど下山なんですよ。南の方向です。秋の景色ですね。雲海の上に鉄塔が浮いています。見えてるのは日本海だな。ちょっとズームしてみますよ。そして風力発電がありますね。西の方向になります。西から北西の方向ですね。そして北の方向です。さあ、雲海の数も減ってきていますね。鉄塔の数が増えています。さあ、こちらの道から降りましょう。7時57分。こちらの道は荒れてますね。シダが茂ってクモの巣がありますよ。草がなくなって歩きやすくなりました。熊野大権現様です。この辺りが中宮の跡になるんでしょうね。山頂を振り返ります。飛行機がよく通りますね。案内板取れたのかな。ちょっと道が分かりにくいですね。8時20分、朝方の分岐に戻りました。
今もまだ朝ですよ。8時34分。ほぼ中間点ですね。神城寺まで 1.4 キロです。8時50分、神城寺の本堂まで降りました。山頂から 2.9 キロ。さあ、持ってきましたよ。駐車場です。